ばんは、五十嵐ケリーです、今週はですね、G1 レースが小休止となりまして、ずっとね、最近ずっと G1 レースが毎週続いていたんですが、今週はね、G1 レースがちょっとお休みとなっておりまして、でもその代わりに重賞レースがなんとね、3つもあるんですよね。3レースもあるということなんですが、今週はその3つの重賞を小点数で狙い撃ち勝負でちょっとね、挑んでみたいと思っております。まずは、1着馬にビクトリアマイルの優先出走権が与えられる、福島牝馬ステークス、こちらを予想してみました。それでは今週もよろしくお願いいたします。それでは、今回本命に選びましたのはサラキアです。先週の皐月賞を見ていた人は応援したくなる一頭だと私は思います。なんといってもですね、あのサリオスのお姉さんとなる母サロミナの血統を持ち合わせておりまして、父はディープインパクト産駒と、血統的にね、いつ重賞制覇してもおかしくない血統なんですよね。で、これだけ大舞台でも人気を集めながらも、まだ重賞未勝利の馬ですので、今年こそはもうね、今回こそは優勝を狙ってもらいたいなと思う一頭ですので、ここはね、そんな期待値も込めて本命で勝負してみたいなと思います。で、先週の段階から追い切りもかなりちょっと調子の良さを感じる、良さを感じさせられる調整が行われておりまして、コンディションも整った上に、牝馬同士の戦いであれば頭までチャンスはあると思います。で、鞍上にはですね、福島 1800m の天才ジョッキーと言われております吉田隼人騎手が予定されておりまして、調教段階から騎乗しているというね、このね、これはもういいことですよね。こういう点を考えますと本気度がうかがえますので、得意の舞台で重賞制覇に向けた手綱さばきに期待したいなと思います。続いて対抗に選びましたのはエスポワールです。なんといっても距離適性が今回のメンバーでは最も高い馬だと思います。1800m 戦では5戦3勝3着2回と馬券圏内を外しております。で、この距離で小回りコースなら先行もできる、この馬にチャンスが巡ってくる可能性を考えることができそうです。人気的にもこの子はね、ちょっと一番人気とはなりそうなんですが、今回はね、きっちりと賞金加算も兼ねた初重賞制覇狙いの好勝負になると見まして、対抗に選びました。で、鞍上にはですね、ミルコ・デ・ムーロ騎手から池添健一騎手へと乗り換わりとなるんですが、ここはね、もうきっちりと代打的な好騎乗をしてくれるということに期待したいなと思います。それでは、今回は本命のサラキアと対抗のエスポワールの馬連とワイドのこの2点に各500円と500円の合計が1000円になりますね。じゃあこちらの1000円で今回は的中を狙いたいなと思います。今週はフローラステークスの予想と、あとは考えに考え抜きましたマイナーズカップの直前予想を公開しておりますので、そちらもお時間がございましたらぜひご覧ください。そして今週も皆様からのチャンネル登録と、あとたくさんコメントも今週もお待ちしております。いつも本当にありがとうございます。今週ちょっとね、 G1 じゃないんですが、だからといってこう気を抜かないように、来週以降のためにね、こういっぱいね、資金を作っておきたいところですので、この辺でね、コツコツ頑張っておきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐でした。